泣き濡れて、ちょっとさっきの量子度をね、抑えて抑えて消して消してしっとりいきたいと思います。女性の場合はですね、キーを少し操作をして歌っていただくといいと思います。まあ男性歌にしてもちょっともしかしたら竹島さんのキーが高いかもしれませんから、1個ぐらい下げてもいいのかなというところです。今日は幻聴でレッスンしていきます。ちょっと私がね、女なので上と下と歌いますけれども、あなたの嘘が見えたから私は部屋を出て行くわ。こういう出て行くわとか、それからこの後にも出てきます、旅に出るわっていうのがまた出てくるんですけども、そういう何とも言えない女の人独特のね、語り口調っていうんでしょうかね、そういう語尾はやっぱり柔らかく歌ってください。私は部屋を出て行くわっていうと、なんかもう本当色気がなくなってしまいますから、わっていうのがふわっていう感じで歌っていただくといいのかなと思いますよ。遠くの街へ思い出捨てに旅に出るわ、ごめんなさい、出るわ一人で、ね、でここまでが、歌の序章になりますからね。もう声を張る必要は全くないです。独り言を言うようなつもり、自分の半径30センチ以内のところまで声が届けばいいんだよっていう感じで歌ってください。その方がね、雰囲気が出ると思います。さあ、自分のことを少し説明しておいて、それから情景の説明ですね。外は冬の雨、心も濡れて迷子のように叫んでる、ね、情景冬の雨しかありませんでした。変わらずにこの後も自分の、気持ちをつらつらと歌って、ひたすらに歌っていきます。迷子のように叫んでますから、少しここは気持ちを燃やしてください。迷子のように叫んでる、さあ、でちょっとアクセントを置いてもいいと思いますよ。でここからがサビ、叫んでる、愛しているわ許せない、悔しいけれど、ごめんなさい、悔しいけれど泣かせて、ね、ここはさっき出てきた、やっぱり出て行くわとか、サビなんですけれども、愛しているわ、ここは例外的にわの問いかけですけれども、愛しているわは強くしていただきたいですね。で他の、なんとかだわそうだわっていうわは全部優しく歌うんだけれども、ここだけは特色を出して、もうここは譲れないわというちょっと強さを出してあげたいと思います。愛しているわ許せない、ね、で悔しいけれど泣かせては泣かせてって、あんまり喧嘩をしないで、ここはまた、ちょっとか弱い女性の気持ちに戻っていただけるといいと思います。さあ、じゃあサビが終わると歌い終わり。あなたどこにいるの、愛は一人だけのものじゃない。1番とそれから3番の終わりに、愛は一人だけのものじゃないっていうフレーズが出てきますけれども、おそらくここはね、決めのセリフだなっていうことで、作詞の先生方がこう、ね、作ったんじゃないかな、気合い入れて作られたんじゃないかなと思います、ね、その、パワーが本当に伝わってくる作品ですよね。愛は一人だけのものじゃないというのは、やはりここも、愛しているは許せないと同じように強い気持ちで歌ってください。まあ、なかなか失恋した経験がないと、ここまでね、自分の気持ちをつらつらつらと苦しいわ泣いてるの、もう許せないわって、ね、難しいかもしれませんけど、まあ大人世代の方だったら失恋の1個や2個持てる方はないかもしれませんけれども、あるでしょう、ね、その時を思い出して歌っていただければ気分が出るかなと思います。はい、それでは泣き濡れてをピアノで歌ってみましょう。あなたの嘘が見えたから、
私は部屋を出て行くわ。遠くの街へ思い出捨てに旅に出るわ。一人で外は冬の雨、心も濡れて迷子のように叫んでる。愛しているは許せない、悔しいけれど泣かせて。あなたどこにいるの、愛は一人だけのものじゃない。はい、上手に歌えましたか？